いきたいと思います。ちょっとたどたどしくてすいません。ラジオネームしんしさんからのお便りです。ありがとうございます。何年もかけて公開されてきたあのエヴァ新劇場版が公開延期になりましたが、いよいよ完結しますね。エヴァ好きの相田さんも結末が気になるところだと思いますが、そこで質問なのですが、相田さんはエヴァの中で誰が好きですか、とのことです。いや、私結構今までいろんなとこで言ってきてるんですけど、ちょっと今日見せたいものがあるのですよ。よし、じゃじゃーん、見えますか、見えますか、私の推し面です。私の推しのカオルくんです。いやー、やっぱカオルくんだよね。いやでもね、みんな好き、みんな好きだよ。ね、ちょっと私のお気に入り引っ張り出してきた今日。カオルくんと、あとは、あとマリ、女の子キャラ、私マリが好きです。かわいい。ちょっとすいません、こんなオタク全開な、ちょっと家からだからさ、いろいろあるわけよ、オタクグッズがさ。マリやっぱピンクだね。マリはピンクのスーツがかわいいです。でもアスカも好き。これ Q の劇場版 Q のアスカですね。かわいいんだよな、眼帯つけてて。なんかアスカです。いやでも綾波も好きです。スクミズよりによってよりによってスクミズの綾波が出てきた。ちゃんとスーツ姿のもあります。はい、ここまでいろんなキャラ出してちょっと主人公出さないのもあるので、シンジ君もあります。はい、みんな好きです。みんな好きだけどやっぱカオル君が好きです。そう、この間あの YouTube で公開されてたじゃないですか、エヴァの劇場版が。見ました、見た。 Q 以外は見た。 Q はまあなんか記憶に新しいというか、当時映画館何回ぐらい行ったかな、4回ぐらい見に行ったかな。そう、話がねややこしくてちょっと難しくて何回も見に行った記憶があります。でも劇場版の中では私はね、歯が一番好きです。真ん中の歯のね、最後のシーンが好きなんですよ。カオルくんの槍をこう刺して、今度こそ君だけは幸せにしてみせるよっていう、あのシーンがすごい好きでね、何回も見ちゃいますね。いや結構この休みの間にエヴァ見たよって方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ということでちょっとエヴァの話しだすと止まらないんで、またいつかの機会にしたいと思います。じゃあ